皆さんこんにちは、お久しぶりです。果汁です。動画では多分4日ぶりだと思いますが、私としては1ヶ月ぶりぐらいの収録になるかな。前回確かマグマの樹海で緑ヨッシーで終わった気がするから、次は赤ヨッシーでいきます。相変わらずちょっと画質が悪いですけど、すいません。で、なんで私が今ここにいるかっていうと、裏で黄金滝のスペシャルワールド行きの道が分かりました。それについて今からいけるかな、動画に残してるんですよね。じゃあちょっと動画の方を見てもらいましょうか。一旦ホームを押して、これかな。おや、再びここを訪れるとは。もしや、もっと厳しい試練に挑みたいと、そうおっしゃるのですか？ははは、ならば、この滝に伝わる秘密の道を開いて差し上げましょう。ドローン！また消えちゃったよ。どこ行ったんだろう。もう一度、ポプリン師匠の、ワンダー、ん？グランドシードのお家か。に訪れると、どうやら、スペシャルワールド行きの道が発覚するようです。で、お家から出て、こっち側に繋がるようです。ここはまた後で行ってみることにしましょうか。ということです。裏で結構いろんなものを撮ったりしてます。フォールガイズとか。いろいろ撮ったりしてました。あと皆さん、これなんて呼びます？なんか、キノコタケノコ並みに結構争いがあるようですけど、私は、緑ですね。じゃあちょっと、ワールド3行ってみよっか。ここね、開いたんですよ。てか、今行ったらどうなるんだろう。よし、行ってみよう。わわー！そういえば世界のどこかに透明バッジという変わったバッジがあるそうですよ。そうだったね。すっかり忘れてた。私のようにドローンと消えられるようになるのだとか。ドローン。ってことは透明バッジをつけた状態でここに来るとなんか面白いことがあるのかな。また消えちゃったよ。どこ行ったんだろう。よし、ワールド6のマグマの樹海の前回確かここをやって終わったっけ？どこまでやったっけ？ここまでやってないな。で、何やら溶岩層とか黒焦げ層とかっていうのがあるなーっていうのを見て終わったんだっけ？コイン吸い込みバッジも買って、この、もう一層、あ、違う。プラスか。ん？Lか。もう一層奥に進む前に、まずは、ここだね。ここの3つ。やっていきましょうか。灼熱のあちあちストリート、行ってみましょう。バッジは、とりあえず、これだね。やっぱこれだね。行ってみよう。みはー！声が響くな。難しさは2。ヨッシーは増変身できないんだよな。お？お？何？これ何？もこもこした服を着てるようなやつ、ぴょんぴょんしてるけど。なんか、マリオワールドにいた、コトンみたいな動きしてるな。ここ怪しい。にしても、このマグマの樹海に来て初めての新しい音楽ですね。ちょっと、アラビアン？あー。いいね、この音楽。で、あ、食べちゃった。この下のブロックは、今は降りることができて、ちょっとグラグラってなって、目が光ったら、うわって、
炎になるのか。何このワンワンとカロンが合わさったような敵は。あ、壺だ。某伝説とおなじみの。モテるんだっけ？あいつあれかな？なんか、コーン？ポップコーンみたいなやつなのかな？名前なんてんだろう。モテる？これ。待ってた。中に水が入ってる。どうすればいいのかな？あ、すごい！なんか、持って、しゃがむと、ちょっと、顔が傾くのか。面白い。あ、ここ！水やれそうだから、えい！うわ。スターだ。水をかけるとどうやら目が棒になって眠るようだね。この表情かわいいね。ちょっと一応撮っとこう。よし。じゃあこのスターを上に登っていって、ん？ワンナップだ。じゃあラッキー。さっぱりメロン味。ただ、ここにも水欲しかった。君はなんか襲ったりしない？大丈夫？ポップコーンちょっと美味しそうだから食べる。で、あ、頬張ったら、象みたいにちょっと、口が水色に光るのか。えい！しまった、ここ。もしかして君、ちょっといい？あ、あ、ちょっと焦ってる。ごめんね。引っ張って。やっぱカロンと同じ仲間なのか。しばらくすると起きて、取って復活。あ、じゃあ何度でも？ってことは、ちょっと引っ張っていい？ここで、なんか、かわいい。あ、ここはゾウなのね。いただき。で、なんか、引っ張ってちょっと、汗ってして、どうするのどうなるのってなって、これとなんか、いやいやってして、ピューンって、周り突っ走ってちょっと攻撃するみたいな感じか。わかった。ほっ。うわぁ。やっぱポップコーンみたいなやつだね。そうとわかれば、食べずにはいられない。いただきます。ここは今のうちに、取っておしまい。ここはなんかある。水だ！水が必要だ。ほい。本当だ、なんかちょっと、しおれてる。これをお飲み？ほい。あれ？あ、水じゃなかった。大変。水がない。これ？水これ？あ、水だった。よし。ほい。もうダメかも。ここまでカラカラ。これを、上に。ほい。必要な水を、僕のために。だぞ。やっぱピンピンしてる。その空飛ぶ能力で別のところに動けばいいのに。そういうわけじゃないのかな。っていうか、この背景の、この竜の体みたいな根っこ？ツタ？的なやつ。かっこいいね。鱗っぽいよね、これ。植物のツタにしては鱗っぽい。鱗すぎる。やっぱ君ってグローブに見えるけど、トウモロコシ？一粒をイメージした敵なのかな。敵そもそも。まあ、ぶつかると痛いんだろうけど。ドッスン。この、なんて名付けようかな。カロンとワンワンが合わさったような、ワンカロン？なんて言うのかな。ここは？3、2、1。で、ぽい。ゾウだ。今、あいにく、ゾウじゃない。ヨッシーだから、ゾウに変身できないのがちょっと悲しいけど。この、あ、もしかして、ちょっといい？これを置いて、ちょっと、失礼します。あ、食べちゃった。ヨッシーで食べて吐くことでも、引っ張ってピュンって走らせる効果があるのか。じゃあちょっといい？連れてって。さらに、
これを持ちたい。そんな贅沢セットができる？あ、ここだ！えい！これで良かったのか？水が出てる。あー、象になりたい。そのためのこの水なんだろうけど。おー。この壺には水入ってる。水入ってる。下行けるようになったから、ちょっとこれ置いといて、下行ってみましょうか。ゾウも食べて、ちゃんと頬張ったまま土管から顔を出すんだな。ここも、よし、水やれる？これ水入ってるな。タプタプしてる。とりあえずここに、ぽい。えい。スターだ！相当わかれば、持って走る。オッケー？これでオッケー？一瞬できちゃったけど、多分オッケーっぽい。ここなんかありそう。なかった。でも多分ヨッシーだったら、ここら辺のコインとかは平気だな。じゃあ、入りますね。半分があるな。ちょっと戻る。爪、君って、踏めるのか？踏めるけど、あんまり目を回さない。偉い。ちょっと頭ごめん。うぅ、危な。で、これ一応持って、そこの、ワンカローは、どっかに連れていく必要がある。ここなんか、あ、上になんかある。見た。でもそこから上に行けそう。この水なんか使う？一応、ちょっと頭、失礼します。で、うぅ、びっくりした。で、あ、ここなんか、ツタがありそうね。ここ、あ、わかった。そういうことね。じゃあここで、上にポイってして、下を消化して、ここへドンって、あれ？ここツタないの？ツタないの？ここには象があって、一応また瓶持って、瓶じゃない、壺持って、ん？上、辿っていけそうだけど、あれは、気になったタイミングで、ぽい！あ、水入ってなかった。ポップコーン食べて、水入り瓶ない？あ、入ってる！よし！じゃあこれを持って、ほい！んで、ほい！よし！んで、ぽい！ギリギリ。あ、なんで僕、こんなところに生えちゃったんだろう。そっか、植物も選んでこの場所に生えて成長したわけじゃ。こんなところに生えちゃったんだろう。ここで意図的に生活してるわけじゃないもんね。多分地面に根っこが生えてるからね。うわ、危な。ずい。踏めるのか？食べられるのか？よし。あ、水だ。ほい。上に今水やったと思う。水入ってない。タプタプしてない。じゃあ、ほい。あ、そこの割れそう。よし。あ、今、水入り瓶含んでます。ちょっとまた上に戻りますね。あ、なんか、久々のワンダーだから、ちょっと、のんびり冒険して、あれ？雨でも降らないかな。全然足りないよ。足りない？じゃあ、これを、どうぞ。足りない？危な。足りないですって。これは水入ってない。
えい。ここにも水が必要だし、ここはちょっと象になれる敵で、ま、敵じゃない、象になれるキャラクターで来た方がいいかもね。これも象じゃない、これ水ないな。上にあるけど、上はどうやって生きるのかな、こうやって生きるのかな。ちょっと一応、これ。あ、すごい、後ろ滑りの顔いいよ。ほら、後ろ滑りの顔。ズザー。ちょっとこれ置いといて。あ、割れた。水入ってない。割れた。ふい。あ、水入ってる、これ。よし。で、さっきの全然足りないだって。これじゃダメか？ダメっぽい。どうやってしたら助けられるのかな？これも水入ってる。水入ってるからちょっとよく使う足場を、あ、ここだ！えい！よし！あ、今水飲んだ？飲んだけどやっぱり足りない？雨でも降らないかな？象で3回水をうわってやる必要があるのかな、それとももうこれがデフォルト。あ、ここにワンカロンを連れてくる必要がありそう。あ、いた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 、ちょっとおいで。で、えい。あと水をさっきの目に当てる必要もありそう。えい。ああ、こういうね。瓶当たった、あった。あ、水入ってる。よし。じゃあこれを、ここに置いて、ドスン。うん、ワンダーだ！お！雨だ！よかった！雨が降ったみたいよ。生き返る。今のうちにたくさん吸い込んでおいてね。なんかペットボトルとかに水とか補充しておいてもいいかもしんない。火山地帯で雨、なんか斬新。あ、ここに一つあって瓶持ってこうか。この瓶、あ、一つあって、ほい、気持ちいい。暑いところで雨浴びると気持ちいいよね。今これ水入った？あ、入ったっぽい。細かい。あと一つは？物を持って泳ぐとちょっと早いのね。あと一つは、あれ？あと一つどこ？あったあったあった。ん？なんか、壺蹴っちゃった？あー。じゃあ、いただきます。ペロン。うわ、一変。熱そう。さて、さっきの、フラワーたちの様子を見に行ってみよう。ほっ、お、喜んでる。僕ここで頑張るよ。やっていけそう。ここで1時間後ぐらいにはまださっきのようにしなしなになってない。大丈夫？大丈夫なのかな。さっきの子は気持ちよかった。大丈夫？枯れたりしない？じゃあ、先に進もうか。今んとこ、コインは、あと一つね。コインっていうか、10ワンダーコイン。あ、上に、おそらくあれだな。ん？空っぽ。これ何？なんか、すんごい意味ありげ。特に？何もない？上に瓶を投げるとか？違った。え、なになになに？今、壺から象が出てきた？見たよ。気持ちよかった。うわ、危ない。で、ペッして、ここはタイミング見計らって、はい、1、2、3、4、ペッ、ゲッ
OK。 これでこのコースのワンダー10ワンダーコインは揃って、あとゴールだけか。もしかしてここだったりする？あ、ゾウさん連れて行こう。ここはゾウで来たかったけど、でもゾウがなくてもギミックこなしていけるっていうのはありがたいよね。あ、ここか。じゃあ、ぽいって。今、ゾウフルーツ、どっか行っちゃった。ウォッフー！灼熱のアチャーチストリート、クリアです。おいえ。火山って、ちょっと大変で過酷って印象があるんだけど、やっぱ、おしゃべりフラワーと、なんか可愛い敵の存在で、楽しいわ、ここ。おや？おや？こっち側のルートは、あっ！チェックマークがついてない。要するに、どっかに裏ゴールがあるんだ、これ。とりあえず、ちょっと、マグマの樹海第三観測所、キャラクターを、次は、ヤッシー！黄色ヤッシーにして、行ってみよう。ワンワーウ！ん？私、正義に燃えちゃって、パレスを取り戻しに出かけたんですが、危うく燃えかすになるところでした。やはり外は危険ですね。てか、ここに観測所構えてて大丈夫？花枯れない？あ、命からがら持ち帰った。これ、王子様に託します。頼んだ！頼んだ！頼まれた。優柄ワンダシー。ウィヒー。託された。もう一回行ったらなんか別のセリフ言ってくれるのかな？行ってみよう。ふぅ。さあ、続きましてと言いたいところだけど、ここの裏ゴールがとっても気になるから。待って、ここ像が必須かもしれないな。だから、黄色ヨッシーは次のコースで行くとして、じゃあ、我らがマリオで行ってみよう。Here we go! バッジは、びっくりで大丈夫かな？他の、他のがあった方が良かったりするのかな？意外とこのしゃがみ台ジャンプがあったりすると助かったりとか、いや、隠しゴールを探す上ではびっくりがいいのよね。じゃあ、探してきます。あれ、さっきあのつぼみ触れて無視しちゃったっけ？明らかにここだな。このでっかいゾウさんで入れるかな。入ってみよう。上。お尻かわいい。なんじゃここ。うわ、色が。あ、これ、いつぞやのあの影のステージか。ちょっと、色が赤と黒だからちょっと、不気味に思っちゃったけど、ここと似た構造ちょっとどっかで見たな。まあいろいろヒップドロップして遊んで、あれ、これ裏じゃん。あの裏、多分このこれをまっすぐ行ったあたりになんかありそう。てかっていうか、この扉をくぐったらちょっと裏っぽいところに来る感じ、某 USA に似てる。 USA。 ほっ、この壺は何かあるか気になるから、えい、コインだった。あ、ちなみにですね、ちょっと今更ですが、この水が入った壺をあの体に浴びると、もうそっから
水を3発出せるようになるんですよね。象最高か最強か、危ない。今の象はちょっと取っておくべきだったかな。あとここもちょっと水が貴重かもしれない。じゃあこの水をはいってしてポイ。はい、あ、もうここ消化済みなし。あ、裏ホールだ。うわー、じゃあ水で消化しつつって思ったけどもう水がない。ここだったらヨッシーでもこれだな。ほっ、イエヘイ。なるほど、ここかー。やったー、灼熱のアチチ、アチアチストリート、 Thank you。 面白いところに裏ゴールがあったな。ウフー。でそっち側に行けるのか。こっち何、ちょっと一息、あっちこっちのアチアチ石。じゃあちょっとここで使うのは気が引けるけど、ヤスイ、さっき予約をしていました黄色ヤシーで行きたいと思います。バッチはちょっと一息だと他のやつが良かったりするよね。じゃあしゃがみ大ジャンプで遊んでみよう。ニハー。難易度は特にない。あ、ここ、これがあんまり役に立たないかもしれない。ふん、このしゃがんだヨッシーかわいいね。このしゃがみ大ジャンプのしゃがみのモーションも固有なのよね。かわいい。えい。あー。いかん。あ、詰んだ。詰みました。さよなら。え、U 字で出直してきました。ゾウを取ります。わー、ウィザーウィー。これで、ポーン、ポーン、ポーン。ヨッシーで壊す手段がさ、バッチで覚えられたらいいのにね。なるほど、象で水をた、なおさら象が必須だな。水たまりが下にある。なんかぬるそう。ちょっと熱すぎじゃない？火山ですからね。はい。お、やっぱり熱い。ダメか。飲め、飲め。水全部使っちゃったから、ここで、はい。やっぱり熱い。ここもなんかありそう。特に？やっぱり熱い。はい。やっぱり熱い。マリオたちは熱くないのかな？今、ルイージですけど。ほっ、えい。オーバーダッシュしてほいよっと。あれ、ほい。あ、わかった。そっか、単純だ。この石を全部消化する必要があるのか。そういうことね。あれ、涼しくなった。まさか。まあ近場に熱を発するものがあれば熱いよね。そして私、気になったところがある。ちょっとモニターを変えたから、あの場所が映ってるのが見える。ほい。あ、ちょっと待って、ここで走って、ふん、はい。あ、さま、さすがに無理か。はい。はい、はい、はすいませんね。はい、はい。あ、2枚だった。ちょっとした隠しもありました。アイデリー、アイデリー。なんかいい一枚絵。こういうシンプルなのが一番良かったりするよね。よし、なんとかなりました。今動画始めて何分ぐらいやってるのかな。ちょっとマイク確認。あ、もう30分やってんの。今回の動画の最後に、なんだっけ、ワールド3の黄金滝のスペシャル行ってみようと思うから、あと1コースぐらいやったらかな？てか、黒焦げソロと
なんだっけ、なんとか層、溶岩層、どっち先に行こう。6で、こっちコース多そうだな。なんか25ロックマークかかってる。あれ？でももう、パレスには行けるのか。黒漕ぎ層から行ってみようかな。よし。じゃあ、あんまりルイージで遊んでないから、もう一回ルイージで行って、え？あ！あれ？ツルショット初めてだ。レベル2ですって。いきなり行けるかな？じゃあ、ツルショットレベル2の前に、ここを、ようやく登場、黄色ヨッシーで行ってみようか。もう、ゾウ必須とかないよね。わわーう！ツルショットレベル2、難しさは3。初めてだ、このバッジ。ツルショット入。空中で R ボスとツルを発射して壁に張り付く。コントローラーを振って操作することもできる。そうですね。アクションマッチか。へい！うぅ！長っ！ちょっといい？これでホイってしたところをスクショした。で、ちょっと、アルバム見て、おぉ！かっこいい！某クモのスーパーヒーローみたい。じゃあ、さあ行ってみよう。行ってみよう。うわ、距離長。まあ、一応走って、さあ行ってみよう。ほい。あれ？あ、そっか、あるか。うっかりうっかり。さあ行ってみよう。ほい。大丈夫。大丈夫。何度でもチャレンジできる。はい、配信しよう。何度でもチャレンジしてみせます。ほっ、ほいっ、いい。あーあれ。何度でもチャレンジできる。ああ、ありがたいその言葉が。ほっ、で、ほい。え、そっちか。今上にコインがあったな。ふん、えい。ほい、オッケー。大丈夫。何度でもチャレンジできる。ほっ、えい。そっちかい。その高さに張り付くって感じか。はい。で、ほい。で、こうか。なるほど。その高さに、えい。はい。あ、こっちじゃない。えい。ふん。えい。オッケー。わわわわわ。っていうのかわいいね。わわわわわ。わわわわわわ。かわいいなぁ。続きまして、このブロックはなんだ？気になる。ここは、ほい！ちょっと！よし！よし！このヨシの下を出すのと、よし！この下を出すのを、なんか、混同して、Y 押しちゃうのよね。だから Y 押しっぱが安全かも。ほい！えい！よし！よし！よし、よし、よし、ほっ、うぅ、はーい。こっから。よし、ほい。よし、これなかなか、今です。うぅ、あー、10個に見えた。ほっ、で、よし、その同じ高さに、ほい！ね、ここで、ほいって離す。ほい！ほい！ほい！いけた。これ難しい。本当に、某なんとかマンになれた気がする。よーし！ほっ！ゴールの前に、ほっ！こっち側に、なんか、ある？お？お？ないか？ずっと貼り付ける。ずっとじゃないけど、その、ずっと壁にいられる。だから、壁さえあれば落ちないわ、これ。
あら、気づいちゃった。え、ここもしかしてツタで、いけるんだ。すごい。イエーイ。バッチチャレンジ、ツルショットレベル2。1飛ばしてレベル2クリアしちゃいました。これ強い。パラシュート並みに強い。イエーイ。やりましたね。今使ったバッジ、プレゼントしてもらいましたよ。誰から？あの、花から？花さんから？やめとく。やっぱりびっくりがナンバーワン。さて、黒焦げそう。そこ行ってみよっか。ほい。回せ、炎の大車輪。難しさ4。なんじゃあれ。じゃあ、ここを、能力あった方が良さそうだから次はピーチで。オーライ、行ってみよう。レッツゴー。ん？待って、今なんか、びっくりつけて、溶岩に沈んでしまった遺跡がどこかにあるらしい。なんじゃそりゃ。ここでこの学校熱いだろうな。これは？多分、この、ハンドル引っ張って、お、すごい！かっこいいこのハンドルの持ち方。下に下げて、で、いい！で、避けるのか。なるほど、そういうギミックね。難しさ4ですって。あ！下、これ、某コースターに似てる。ここの能力は何？ドリルとかかな？頭、頭上強いだから。あ、泡だった。一つ持っておこうか。はい。こ。ちょっとうるさいです。うるさい。ふっ。よし。ふい。危ない。やあ、こんなところによく来たね。来ました。こんなところ？暑いってこと？ここもしびっくりなかったら、このメットさんの頭の、え？頭の上踏んで、え？ここびっくりなかったらどう取るんだ？え？おーって言われた。ここびっくりつけるとだいぶぬるくなるな。いいのかな？泡で消化はできないか。ここそ、像がいいんじゃないかな。この土管が気になる。引っ張って、こっち危ないな。こっちで、行ってして、次は、どこ行くべきだ？はい。あー、そういうことか。でも、ここさ、泡出して、ほっ！もうちょっと高めがいいかな。ジャンプして、ほい。んで、ほい。取れた。これは、ほい。んで、ほいほい。ふうのむず。なんか、逃げるな。泡逃げる。特にだった。あっち行けなくなっちゃった。まあいっか。ここも泡ありそう。うーわー、ちょっとなんかケチャップみたいで美味しそうな溶岩だな。触れたら熱そうだけど、ここなんかある？多分ここなんかメットとか使うのかな。カモン。やっつけちゃうなあ。でもそっか、泡があれば、ほっていけるのか。役立つなあ。お、二人いる。そんなに動いて熱くない？どうかな。
割と通気性のいいドレスではあるとは思うんだけど、それ言うとマリオとかルイージとかって結構丈夫なつなぎ姿だしな、オーバーオール姿というか、むしろあの兄弟さんの方が熱いと。うん、あ、あ、そんなに動いて熱くない？見つけてしまった。そんなに動いて熱くない？熱いです。今ちょっと熱いものを見つけてしまったけど、そのために必要な能力がない。今ふっ、お、綺麗な花柄、いいね。あれ、溶岩は？あ、いたいたいた。下、あれ、ここもしかしてさっきのところ泡で頑張っていけたりする？ちょっと行ってみよっか。ここで、はい、待ってね、はい、はいってして、そっか、大丈夫。ドキドキした。んで、いっ、そして、ここら辺からでいいかな？ほいよってして、こうで、1、2、えい、えい、えい。あれ？こんだけ？こんだけっぽい、なぁ。よし。ここら辺は特に、あ、溶岩に泡が触れたら割れちゃう。さすがにね。つるー、ほい。ん？うわぁ。すごい凶暴なファイアパックンだ。あれだなぁ。プチパックン。マリオ3に出てきたプチパックンぐらい凶暴。よーし、落ち着いていこう。落ち着いていこう。何？なんかリフト的なやつ？よーし、落ち着いていこう。これ何？よーし、落ち着いていこう。あー。ここもびっくりがあるおかげでだいぶ炎の向きが制限されてるな。あ、なんかあったし。じゃあこっち向きがいいかな。あ、危ない。この距離でちょっとそこ行ってみようか。せーの、ほい。うわ、危ない。よし、そこの上のやつが気になる。もう下にしか落ちてこない。あれはどういけるんだ？泡、ほい、あ、ほい、で、えい、触れた、けど、お花がいっぱい。以上？半分取りました。来た？あ、すごい、上に天井があるの初めて。なんか、あ、ごめん。特に何かができたわけじゃないな。ちょっと、探索しに戻る。上の溶岩ってすごいな。いつぶりこれ。これもなんかマリオ3のギミック。泡でバブル倒せるし。バブル？バブル同士、仲良くなれないのかな？あ、泡強い。バブルはさすがに泡じゃないと倒せないだろうな。バブルにはバブルを。そこの土管は特に入れたりはしなかったし。てか、あれ？今回さ、ちょっと今時間気にしてるんですけど、2コースぐらいしかやれてない。これでスペシャルいけるのかな？何？なんかよ、めっちゃ呼んでる。どうした？こっちこっち。こっちこっち、はい。もうちょっとか？んで、はい、はい、で、はい、これ乗れる？乗れた。はい。やる？やる？あれは、ハンドル引いて、ここに戻るまでに取らなくちゃいけないっぽいな。やる？よし。また呼んでる。せーの。はい。
えい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 で取る。オッケー。これで3枚オッケー。ここには隠しがあったり、てかまだワンダーフラワー取ってないや。あ、泡フラワー、なんか今嫌な音した。あ、こうワンダーの香り。クリボさん、ちょっとそこ危ないかもしれない。大丈夫かな？てか、この、岩の形、クリボーの形してる。クリボーはあんまりニコッとはしないから、クリボーらしくするには、このハンドル握って、こうだ！あ、でもちょっと危ない。ほっ！お！いいね、クリボーの、いつものクリボー完成。じゃあ、いきますよ。ほい！溶岩泳いでる。ちょっとこの溶岩眩しいな。うわ、この怒ったクリボーの顔すごい赤い。これ何？ちょっとクリボーの執念を描いたステージなの。まあ一番最初に出てきて踏まれてさ、キングオブザコなんて言われてさ、一番シリーズに登場してる敵だろうに、不名誉でさ、いろいろ不満とかも溜まってるだろうね。でも今回一番踏んでる張本人じゃないんだよな。一番踏んでなさそうな人が来てるけども。背景ドクドクし。間違いなく触れたらなんか毒とかあるよね、これ。何？ここもワンダーピース型なのね。あ、眩しい。ここなんかちょっと、お屋敷っぽい。お屋敷っていうか、なんで、お化け屋敷か。取って、これなんならさ、バブルに触れてもへっちゃらだもん。一体どうした？なんで熱いの平気になっちゃったの？本当なんか、わかんない。ワンダーってわかんない。あ、明るい。ちょっとずつ明るくなっていく。それと同時にちょっとずつワンダーの効果が切れかけていて、なんか溶岩の熱を感じるようになってきたなって展開ある。ここはさっき潜ったとこで、もう一つ、ここなんだけど、あれ今無敵なの？当たっただけ、なんか無敵っぽくない音楽だから違和感がすごいんだけど。せっかくだからこの憎たらしいパックンたちは全員やっつけてしまおう。あ、明るい。このワンダーフラワー型のライトを全部つけていけばいいことがあるのかな。次はこっちが、ここってもしかして、特に骨がないところ、しかもこう、滝のように泳げちゃう。なんじゃこりゃ。この下は特にないか。上を吹き出していって、取って、あとはそっちか。頑張って泡で登れたりはしそうかな。ほっ、ほい。んで、ここもなんかありそうだけど、これに触れても平気だ。どうした？なんかよく見たらクリボーの紫色の煙みたいなものが黙々上がってるし。一体どうしちゃった？ほっ。で、あ、明るい。遺跡的なとこだったのか、ここ。なんつうとこに迷い込んでしまったんだ。ほい。オーイエー！なんか、今の状態で探索したらなんかあったかな？あ、起きちゃった。あ、てか、落ちない、落ちない、ごめん。今なったら落ちるでしょう。かき棒じゃないから、クリ棒は溶岩にダイブすると思う。絶対溶岩ダイブよりかは、踏んであげた方がいいと思う。あ、アワーゴー。花形。
さっきの感覚で言ったらちょっと洋画に突っ込んでしまいそうだけど、もうダメだよね。もうワンダー切れてるから。あ、よかったよかった。はい。なんかまだありそうだけどな。一応集められるものは全部集めたけども、このままゴールしてもなんかあるのかな。いい調子だね。いい調子ですか。そことかなんかない。変に遊んで行ったら落ちそうだから、今日はやめとく。上は？ん？うわぁ、ここも炎入ってくるのか。上乗って、あれ？回せたりはしなかった。あ、これ何？はい。あ、ここで回せるのか。ここで回して何？あ、そこの土管に入れって感じか。ここから行けるんじゃない？行けた。行けちゃった。いつもの探索癖で壁ジャンプしたら上に溶岩があった。ごめんなさい。まさかの、もう今までの苦労が全部水の輪になっちゃったわ、もう。じゃあ戻ります。探し物は見つかった。ああ、ワンダーフラワースルーしてきました。ショック。すんごいショック。危ない危ない。よし。で、これちょっと引いて、そこは溶岩なのね。気をつけないと。隠しブロックをいつもこうやって探すじゃないですか。で、壁キックしちゃったら上に行っちゃったの。ごめんなさい。もうすぐゴールか。特に引かずとも行けるけどな。これ何？これがあるおかげで登れちゃうんだよな。てか、ドリルとかがあれば、ここの上にも、もう、ドリル専用のコースがあるわ。ここドリルできた方が良かったかもしんないな。まあ一応引いてみるけど。引いて、ほい。で、あ、引いて乗って、ここで、こうなるのね。ただここだとちょっと遠いけど、まあ泡とかがあれば、ほい。これでいいのかな？ワンダフル。イエーイ！ちょっとハプニングあったけど、回せ炎の大車輪。 Thank you。 なるほど、そういう意味で難易度4だったのか。してやられたわ。 Oh yeah！ Oh yeah！ ん？置く？へなへな。パレスへの近道が岩でぶ塞がってしまいました。仲間のためにも壊したのですが、熱くてもうヘナヘナのヘナリンです。元気出して。余裕の50フラワーコイン。わーい、ありがとう。あー、ヘナヘナに染み渡ります。水じゃなくていいの。よし、元気満開。ポプリン復活。なんか、コイン渡して復活って言われるとちょっとなぁ、黒さを感じるんだけど、今ならこんな岩、でーい。うおぉ。わーい、パレスへの近道つながりました。どうぞお通りください。パレス？あ、土管だ。ほんとだ。まあ、一応ちょっとその前に水色だしよっしーで、マグマの樹海第4観測所まで行って、意外と長くなっちゃったな。今回終わりにしよっか。スペシャル行けなかった、ごめんなさい。またスペシャルは次回ってして、どんどん伸びていっちゃうのかな。わ、私の観測によれば、この辺のマグマはだいぶせり上がってきています。このワンダーシードをお渡ししますから、手遅れに なる前にパレスを。君に託すよ。はい。てか、君たちも、安全な場所に避難しなくて大丈夫。てか、
あの、像の上路がいっぱい積み重なってて可愛い。見たぞ、私は。ウェイ！さて、その近道とやらに行って、あ、ちょっと待って。まず、ここ、大丈夫？チェックついてる？今んとこ。うん。ちゃんとチェックはついてるみたいですね。じゃあ、近道とやら行ってみよっか。こっちは溶岩地帯だっけ？を、いろいろクリアしてから通じる道っぽいね。じゃあ、ここ行ってみよう。ここでも顔ちょっとちらっと覗か、あー、どこ行くの？そこか。これは助かる。で、パレスに来るわけか。ただ、パレスはやっぱりそのワールドの最後に挑みたいから、今回は、ここまでにしておきます。土管の中暑いだろうな。よし。では、ここまでご視聴いただきまして、あ、ジャンプできる。ありがとうございました。スペシャル、行きたかったな。今から行けるかな。ちょっと収録時間ちょっとピンチなんだよな。まあ、今からちょっと連続で収録します。私頑張るぞ！頑張るぞ、ヨッシー！